マイケルを引退に追い込ませるようなゲームを見せてくれって内心半分ぐらい思ってる。自分云々よりも、まあ、チームが彼らがっていう思いがすごい強いので。ナギさん、試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、悔しい結果になったと思いますが、はい、いかがだったでしょうか。決めれるシーンをやっぱりね、決めれなかったので、ね、まあ、相手もそれはチャンスありました。砂を食うためにはもう少しね、ドルソレイズムを注入しないといけないなっていうのは正直な感想ですね。もう一個砂を食うプレー、もう一個粘れるチームできると同点いけましたね。やっぱ最近こうチームが変わってきてるところではある、はい、そうですね。で、今日はまあ、マイケル自身がね、骨折してて出れてなくて、多分初ですかね。僕が多分遠征とかトレーニングマッチではね、僕が出ないシーンはありましたけど、公式戦もしくはラスアペゴ戦で僕が1秒も出てないっていうのは多分ここ4年で初だったんで、まあね、もう本当ベテランのマイケルをね、どこまで主力として使うのかっていうのも自分でもカットもあるんですけど、僕がいない中でようやってるなっていうか、だから今日いい意味でマイケルを引退に追い込ませるようなゲーム見せてくれって内心半分ぐらい思ってる。なるほど、思ってる。気持ちよく引退させてくれるかなっていう反面と、まあ俺まだ出たら多分失点、俺が出たら防げるよとかいう、なんていうの、半々、リトルマイケルが半々いました。でもその半分いるっていうのはでかいですね。うんですね、はい、その中でね、若手たちがまあ躍動してくれて、その一時期3対3同点追いついた、うん、あれはやっぱチームの可能性を感じましたね。マイケル社長が試合の中にいないのってどう違うんですか。あのね、まあマイケル自分のプレーを自己分析すると、やっぱりね、ボールをね、落ち着かせれる、うん、まあ僕はね、点を取れる選手じゃないんですけど、やっぱりこう行くふりして止めれるっていうのとかをやっぱ使ってるんで、その攻め急がない、行くときは行かせる、引くときは引かせる、押して引いてがやっぱ使えるんで、まあ今日はね、キャプテンがその代わりをずっとやってくれてたんですけど、やっぱそれが2枚ぐらいやっぱいないと、うん、ベイサッカーは難しいんで、そのゲームをコントロールさせれないっていうのがね、ちょっとやっぱね、そこをやっぱ感じますね。でキャプテンが一人で苦しそうだった。うん、だから決めれる点が、多分若い子たち、若い選手は決めれればいいんやけど、やっぱり決めれない時なんて多数あるから、そこをもうあえていかなくて、ボールを動かしながら時間を作りながら力が溜まったらシュートを打つっていうのがやっぱできない、うん、なんかちょっと見てて、ずっともうボクシングでインファイト、うん、ボコンって言ってボコン打たれて、ボコン打ってボコン、ちょっとこうアウトサイドも覚えようかっていうところがね、うん、ヒヤヒヤっていうか、もったいないなっていうシーンがやっぱり多いですね。まあ若くてそれがいい時もあるんですけど、やっぱりね、36分プレイングで持たない、うん、打ち続けたらやっぱさすがのボーンってやられちゃうんで、やっぱりね、そんなにサッカー甘くないんで、やっぱりいけるとこもわざといかないっていうプレーをやっぱする選手が今ドルソレのキャプテン U ぐらいかなってところ。でもそれって経験ですよね。経験、今日も今終わってみんなとミーティングしたんですけど、
まあ経験やねっていうのがやっぱ冒頭出てしまう、監督の指導としては経験やねっていうところで、まあ彼らにこの負けをどう体内に噛み砕いて入れるか、体内にどう入れていくかっていうのをちょっと考えましょうと、今日の夜、また明日までで、やっぱ夜までに失点とか、まあ決めれんやったシーンとか、あ、攻め急ぎすぎたなとか、そういうのを思う存分感じてくれっていうね、まあ、最後ちょっと今ミーティングしましたけど、いやー、めちゃくちゃ悔しいですね。その自分としては初めてのラスアペゴとの試合でどういう戦いをするのかなと、まあ、自分としてまあ点も取れてないですし、チームも負けてしまったということで、やっぱり悔しいです。やっぱり応援してくれる方のために戦うっていう、やっぱドルソーレのやっぱみんな持ってると思うんで、みんなのためにチームのために頑張っていきたいと思います。勝つのが大変やった、負けたけど試合は本当ね、自然のスポーツなんで、そことまず、戦えて勝てなかったことが大変です。ダメやったなあ、本当そこが大変やったな。まあ、新しく入った5人は今回ドルソレとして初めてラソと、試合をしたっていうのは一つの経験としてね、すごくいい時間になったんじゃないかと思います。本当ね、相手チームの圧だったりとか、まあ、プレーのうまさだったりとか改めて感じて、まあ、これをまた練習のに持ってきてね、彼らがどう感じるかっていうのをすごくこう楽しみにしてるんで、あの時こうやったやろ、ああやったやろっていうのをやっと言えるんですよ。体感して、あ、こここうやってダメやったやろって言えるんで、僕としてはすごいいい時間にしてほしかったので、今後の先のことも見せながら今日の試合もできたかなと思います。もう今の下の世代はもうハイブリッドなんで、僕たちの経験も自分たちの経験も、全て、かっさらって自分たちを力に変えれるように、僕たちがしないといけない、彼らはそれを感じて力に変えていかないといけない、たくさんの応援がある中でそれをやっぱりしていくのが彼らの使命なんで、それを遂げれるように、まあ僕たちベテラン組はそれを、できるような道しるべをやっぱしていかないといけないっていうのは常に思ってるんで、彼らがどう感じるかっていうのは、まあ今後、まあ1ヶ月後2ヶ月後のように結果として現れたらいいなっていうふうには思います。で、本当自分云々よりも、まあ、チームが彼らがっていう思いがすごい強いので、若い選手が伸び伸びしてくれると、まあ、僕も嬉しいんで、そこをすごく意識してます。まあ、今日すごく嬉しかったのはキーパーの直人がすごくこう自主性を持ってやってくれたのが、プレーの何個かあったので、そこはすごく嬉しかったですね。プリンス・ユータの声かけだったりとか、純太のプレーの、選択の仕方だったりっていうのはすごくこう、あ、成長してるな、みんなでこうドルソレを支え作っていってるなってすごく思えたので、なんかすごいこう違う視点からすごい試合中なんですけど、チームを作っていってるなってすごく嬉しく思う部分がたくさんあったので、そういうところはすごく嬉しかったなっていうのはありましたね。メッセージお願いします。OK、いくよ。ピカツ！やるよ。やるよ。テレレーン！あら！やっぱ悔しいですね。やっぱ2ピリ目まで3対3で引き分けまで持っていけたけど、やっぱ3ピリ目自分たちの弱さが出て負けてしまったっていうのがすごい悔しいです。やっぱ目指してるのが自分でチームを勝たせれるような選手になるっていう目標があるんで、やっぱチームに助けてもらうのそうなんですけど、やっぱチームを助けたいっていう気持ちが強いんで、もうやっぱ負けてやっぱ責任を感じて、まあ、次明日切り替えて勝てるように頑張っていきたいなって思ってます。やっぱサポーターだったりファン、スポンサー様だったり、その人たちはじめてやっぱ応援してくださる方がいるから、僕たちは試合でいい準備していい結果残してこそ、やっぱその人たちに報いれるんかなって思うんで、やっぱ頑張らないとって気持ちがあったんで、最後まで諦めず頑張り続けようっていうのが熱い、諦めずにやっていこうと思ったところです。
ユウさんが言ってたんですけど、キーパーは、まあ、止めてヒーロー、決めてヒーローっていう、すごい両方できる特別なポジションだと思ってるんで、やっぱそこをやっぱ責任持ってやっていかないとなって思うんで、しっかり頑張りたいなと。熱いメッセージお願いできますでしょうか。はい、みんなと勝って九州大会に臨めれるように、2試合全部みんなで、ファン、サポーター、スポンサー様と全員で熱い気持ちで勝って、みんなで喜びたいなって思ってます。はい、勝てるなって感じの試合でしたね、今日は。はい、なんだろうな、相手のチームもすごいんですけど、やっぱりドルソレ の仲間愛というか、日頃のやっぱこう仲間とのコミュニケーションがすごい取れてるんだなって思いました。ドルソレ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 。伊沢さん的に一番印象に残った選手を教えてください。やっぱキーパーの直人、まあ、PK も止めたし、その後自分で点も決めたし、まあ、守備も攻撃もすごく頑張ってたので、自分は今日の MVP はナオト。もちろんみんな頑張ったと思うんですけど、まあ、ナオトはすごいいいプレーしてたと思います。ヨコさん、はい、今日の男子はいかがだったでしょうか。もちろんいつもいい試合はしてくれるんですけど、まあ、ちょっといつもと違うピッチで、まあ、今日多分結構深かったと思うんですよ。でもその慣れないところでもこうやっぱりこう勝ち試合を見せようとしてくれるところ、まあ、同点まで追いついた時ってもうどう転ぶか分からなかったから、やっぱそこら辺はドルソーレの諦めないところは私は本当にいいところだなと思うので、まあ、結果としては負けたかもしれないんですけど、まあ、今後につながる試合にはなったんじゃないかなと思うし、見てて楽しかったです。ドルソーレ男子に、はい、一言メッセージお願いします。勝てよー一言一言やん、え一言やん、勝てよじゃダメ。いや、いいですいいですこの3対5ってこの戦力で言ったらビーサッカー半分ぐらい素人なんで、うん、要はやってる方なんですよ、うん、だから負けて当然悔しい、ムカつくなって当然ありますけど、いい数字やねって思いながら、満足はしてないけど悪くもないなっていうやっぱ気持ちになってきて、まあ、そこはちょっと若手たちの頑張りをもう褒めたいなって思うし、ただやっぱり勝ちてっていうところを見ると足りないねってなるんで、全然その落ち込むことないよっていうこともみんなに、まあ、なるほどですね、話しました。やっぱ負けって言ってもいろんな負けがあるんですね。そう、だからこれね、本当ね、最近俺も13年、まあ、もしくはサッカーやってすごく長いけど、やっぱ勝つことも多かったし、負けることも多い、もう、あ、じゃあ俺何勝、何敗ぐらいしてきたんだろうと思ったときに、その負けを考えたときに、やっぱ負けてムカついたからこそ、やっぱ今があるなって思うんで、やっぱ負けるって、ね、こういうのもなんですけど、いいんですよね。お俺最近ね、それは思う。負けからムカつく、悔しい、見とけお前らっていう気持ちにさせてくれるんで、やっぱね、プロスポーツって負けたらダメなんですけど、でも負けちゃうじゃないですか、それをやっぱ受け入れる、本気で受け入れるっていうことをすれば、負けってめっちゃいいんですよ。なるほど。っていうところに最近俺たどり着いてるから、まあ今ビーチサッカーね、プロリーグはまだできつつありますけど、ないんですけど、それはプロリーグ、1部リーグ、2部リーグってできて、2部に落ちるとかだったら、それは負けたらデメリット多くなりますけど、今このビーチサッカー、日本のビーチサッカー界っていうのは落ちるとかまだないんで、この負けをやっぱみんな見たら、そう、歯食いしばってたから、ああいい食いしばり方やなって、っていうか4年前にもね、ラストってやった時、俺もやっぱ涙すっげえ流してたけど、今こんだけ血が入れ替わってくると、もう違って涙はある意味出ないんですよ、新しいものに託してるから、なんか希望のなんかこう、選手たちだから、まだそこの涙にたどり着かないんですよ、わかります、だからなんかこう、この新加入の選手たちとやっぱ負けてるっていうのも決して悪くないなって、だから選手には本当さっきも言ったけど、この負けを真剣に考えるよ今日のように、あくそあくそあくそって風呂の中でくそくそってもう何回でも言っとけっていう、まあ、話をしたんですけど、やっぱだからこの負けってなんかね、やっぱ悔しいんですよ、やっぱね、因縁の相手でもあるから、ラストパイゲーに負けたくない、
やっぱりね、4年前まで一緒だったチームのメンバーだから、まあ、新加入であろうとやっぱりドルソレが負けるってのはやっぱね、悔しい、ムカつくなって気持ちいっぱいなんですけど、でもこの負けも決して悪くはないと思うし、いやもうニア師匠いつも言いますけど、常にやっぱ、強くなろうとするチームには試練が訪れるから、これはねもう本当にいい試練、うん、だから、俺がいない中で戦う姿にもちょっと誇らしげになる自分がいたりするん でやっぱあのナオトとかもすいませんって来たんですよね、すぐね、なんかすいません負けてみたいな、そういったなんかあいつが言うすいませんよかったね、いいすいませんでしたね、で県政もあーって言いながら帰ってきて、なんかねそういう悔しがり方俺は好きですね、うん、やっぱナオトもね多分自分の中でいつもこう指導してもらっててとか絶対あるんですよ、あいついつもありがとうございますって命番俺に言いに来るんで、なんか別にすいませんとかぶっちゃけたらねもういらないじゃないですか、うん、そのいい意味でですよ、うん、でも嬉しかったけどね、うん、うん、でもそのすいませんがなんかこいつらいいな悔しがったらいいな悔しがり方いいなみたいな、うん、なんかそれが感じるんで、これはいい負けだと俺は信じてますね、だって俺らはもうある種負けのプロですからね、俺この3年間戦力いないでどんだけ負けてきたんかって話ですからね、負けるプロですよ、まあ言うならば立ち上がりのプロですね、立ち上がりのプロ、やっぱ当然節目ありましたよ、このチームに存在意義はあるのかとかいろいろあったけど、存在意義はここにあるって俺は思うから、それがねここにいる若手たちのやっぱり躍動感であったり悔し方であったりとか、やっぱりサポーターファンのスポンサー様のこういった会場でもアウェーゲームでも来てくれる存在意義がここにあるなって俺は感じるんで、そんなの考えるとまた悔しくなってくるんですよね、思考を変えればすぐいろんな心境になる、なるほど、ゲームのこと考えればもっとできたやろこうやろあやろこうやろってなるし、ファンを見ればこんなねなんていうかなちょっと山の上やし、ちょっとね長い浜からするとちょっと偏僻な場所にはなりますけど、こうやって、足を運んでくれるありがたいなとか、駐車場から結構歩いてきてたんで暑い中歩いてきてくれてありがたいなとか、すごい汗かいてきてマイケルドロソレ頑張れって声かけてくれたんで、なんかそういった人たち見たら俺たちの存在意義はここにあるよなっていうのは感じるんで、また頑張ろうって思います。わかりました、ありがとうございます、はい、頑張ってください、悔しいね